はい、ええー、12月14日木曜日17時になりました。木曜日人チャンプルのお時間でございます。はい,いはいさい、はいさいチャンプル。はいはい <laughs>、はい、ええー、本日のお相手はええー、ともともきと。はい。<laughs> ええー、株号が戻ってきた荒川キシヤと。お,よろしくお願いします。もう12月の14日、14日。もう12月も半分ですよ。半分だね。 だけ,だけどまだその12月を感じてるあれがないからなもうちょっと経ってからかな <もう S 1> 来週ぐらい来週の月曜日からはもうあの年末の新しい感じになるな、ね、に巻き込まれていきますねもう言ったらオリジン木曜オリジンチャンプルに関しては今日かと,と来週で最後ですからねああのあ,あそう今年の放送が21日がちょっとだから27日水曜日が一番最後なんで28日はお休みということでへえー 一一発目は新年一発目目は新年が1月4日の新年一発目がうちらになるんですあ<ら>あそうなんだじゃああれだなもう来週とあれだったらもう日付健康性の話でいっぱいになりそうだなまたそうですね来週ね<ー>来週には千秋楽も終わってだってもう今週通常パターンのラスト、えー、へせそれぞれの今日,今日が F の対応でもうラストですね 準備挟んでもう土日、はい、アンコール公演やったらもう終わりですよ日曜日で終わりですよ昼公演でもうもうまたこの日が来たなええー、<た>やっぱあれですね始まるとあっちうますねあっちうまいすねあっちゅうまんすねあっちゅうま,ねっちゅうますね、まあ、あっという間だねって昨日も楽屋で話してたんですけど、はい、あっという間だねっていう話はするんですけどでも小屋入りしたのがすごいもう先の話な気はする11月の 26だっけうんスタートが26ね、はい、スタートが,ートが1一個きつたってないんだうっねって考えるともうなんか11月26日の記憶がすごい遠くないですかそれで考えたら遠い。我が町かん あ、そうだね、あ、だから、私の声、遠かったですね。<laughs> 自分の、自分のマイクが、いてなかった。二三。二三、5でございますそう、二三、五だったんだね。四、はい、4あてた、ね、げてた。そう,そうだ、そうだ、そうだ、そうだね、そう考えたら、あれですね遠い、遠い顔、<う>でも、まだ、あの、理恵、うん、さんと、えー。イケメン三人が、踊り狂った、うん、あの、オープニング。オープニングアクト。 理恵さんの生誕祭はまだ僕は鮮明にありますけどね、うん、あまあ覚えてはもちろんいるけれどもなんかもう2か月ぐらい前のことだったような気がする、うん、ええー、そっか僕はなんかあっという間だったんで本当に先週ぐらいの話かなぐらいの感覚ですね、うん、えマジで、はい、そんなに離れてないんだ あんまり遠い感じがしないというかこんな言い方したらあれだけどそれこそ毎日も来てるしうちらはね本当に我が町にずっといるような感覚ですから q 演日以外毎日いますてずっといますね僕は q 演日と B パターン以外はです F パターンもか F パターンは初めて昨日見たんですけどいや面白かったですね2人芝居とだるま返しかやってましたけど。 あれ本当にね太陽と星で全然違うんですよキャラクターが違うっていうのもあるんですけど昨日が星組昨日が星組です今日が太陽組あの具志堅は面白いな具志堅浩太ええー、劇団五の四の男の子ですね、うんうん、あいつも結構声が綺麗さねなんかまあいろんな声出しますよねなんともともと低めでまあ劇団五の四のお芝居で何回か見るのはな顔が結構濃いんでなんかこの。 日本人なんだけどお金持ち役だったりとかあとなんかフィリピンから来たなんか社長とかあとなんかお,ぼお坊さんの役だったかなインドのお坊さん役とか,なんか結構外国人役やってるイメージあんまりはっちゃけたイメージがないというか二人芝居の時の具志向のなんかもう抜けた感じのナチュラルだよねナチュラルでしたね 本当にこんんなななやつじゃいかななって思うんか心褒め方に心がないというかなんかめっちゃハマってるなと思って僕その7年前か8年前ぐらいに2人芝居やったんですよその時が僕が順だったんですあっそうか同じ役かはいだからやっぱ見ちゃうじゃないですかそしたらあああれですしんやさんが言ったんか平成モンスターって言ってそうそう平成のゆとりモンスターでやってほしいっつってどっちも。 だるまも、二人芝居の方も、こう、はい、熱くならない。熱くならず、人に興味がない感じでやってほしい。あ,あ、でも、うん、だるま返しの時の、あの、具なしカレーの下りの時、めっちゃ面白かったです、ね。でなおたかにも言ってましたよね。あの、こけら落とし公演の時に。こけら落としの時ね。ただ、うん、なおちゃんはちょっと熱いというかい、かった<ー>声、声に力が入りやすいから。ああ<ー>。なんか、こう、こけら落とし公演やってる時に、はい、結構やっぱみんな。 あの他の他琉球超人やったりとか自分の企画公演やったりとか、うん、高子さんの企画公演やっで直高がスタッフ入ってたんでなかなかこう全員集まってすることがなかったんですよ稽古が。うん、で私が抜けて多分直高にだけ稽古した後に入ったら全然直高の演出が変わっててなんかこの<ー>なんか抜けた感じ最初は「なんかはいはい彼っすか!」みたいな感じの喋り方してたのに次来た時に「はいえみたいな感じ <laughs> <laughs> え聞いてる人の話?」っていう。 だから昨日さんの中の予想りのイメージ昨日見ててやっぱりあのお客さんももう手叩いて本当に飛び跳ねるぐらい大爆笑してったじゃないですか。あ笑ってましたね。本当ありがたいです、ね。それもあれなんですけど、ぐしこうとユイチくんの出てる時のやり取りとかで、うん、一緒にやってる役者がもうお笑いを抑えきれないっていう状況、なんか一緒に出てる人を笑わしてるっていうのがめっちゃいいなと思って。 で本人たちはいたって冷静じゃないですか唯一とかはあんま笑わせようとしてないですよねなんかあのカラーズ所属の金城唯一っていうまあイケメンのつイケボイスっていうのあのキリンの川島さんみたいな声してる金城唯一です似てないなイケボイスではないかな唯一はそうなんですあれは多分ね真面目なんです すごくだから自分でまだその面白さがあんまり分かってないところがあってななんんでみんな笑うんすかみたいな顔、うん、だからだからだからなんかいいんだはずいやでもゆういちくんが真面目なのは僕一緒に手術っていうやってますねやったんですけど、うん、でその後ゆういちくんの職場の一緒に働いてるっていう方が何人か知ってる共通の知り合いがいて、うん、そ,その人が前ガナーベースに来てたんですよそしたら「ゆういちくん知ってる」って言われて「金城ゆういち」って言われて。 っつって「今一緒にやってます」っつってそう言ってて、あのー、職場で休憩時間とかにバンって台本渡されて「ちょっと稽古付き合ってくださいって言われて <laughs> 職場でも手術の稽古とかえ台本読まないでもらっのの相手役をやらされてるっつって、えー、だからもう死に真面目らしくてめっちゃ稽古したい子らしくて。 セリフだから覚えてくるのも早かったですよ。うん、うん、何やるにもはい一番早い。コケラ落としの時に今回初めてまあ誘ったんです <laughs>、うん、はい。あん時も誰よりも早く覚えてたよね。あれ三日か一週間ぐらい三日一週間しないで覚えてきたわけよ。二人芝居とかも全部。だから二人芝居に関しては日付の前のそのコケラ落とし公演の時からやらされてた,ってったうん。やらされる。すごいよっつって。<laughs> どんなやったらもっと。 面白く言えますかねとかをなんか客観的に見てどうですかとかをその職場の人とかに聞いてるとかやる子らしくて <laughs> なんかすごい真面目なんだなと思って、えー、ツイキャス、えーはい、紹介していきますね「マなニゾンさんこんばんはアンコール公演見たいよ」ということで大阪のおばちゃんさんこんばんはあ年末年始休みなんかと。 放送がですね27日水曜日が最後になりますねヒートのマイク入ってないよとすいませんえっと旧具志堅の大江さんこんにちは初見ですえっと荒垣さんのマイクは裏方の荒垣さんのマイクは入ってるのにねいやいやおかしいだろレギュラーレギュラー芝居太郎博士さんあの若い頃の大野くんみたいなちらのこあの嵐の大野くん嵐の大野くんを野生化した感じだな 目,目がちょっとそうですねふい全体の雰囲気は似てるか、うん、あ多分桂馬だろうえー、なんかあの,の眉毛の眉毛のこの整え方見てるとなんか昔のヤンキーっぽい眉毛してるからええー、やんまなんかイメージないなあ本当に、うん、ただ具志堅がさあの休憩中にあの中学校か高1の写真から見せたわけ <laughs> めちゃくちゃ今と違うわけよ すごく太ってて眼鏡かけててもっさい,い顔しててえっ今コロナになったんだって言ってなんか高校にあ高校まではずっと勉強ばっかりだったって勉強一筋、はあ、もうなんか昔のさ平成生まれとは思えないダッサい眼鏡かけて目も細くってからなんか笑ってた笑ってる写真って言ってからもうなんか もうみんなに学級長やってたでしょうとかあだ名の虫じゃなかったとかいじめられてなかったとか散々いじ,いじられてたええー、意外意外だよねずっとへらへらしてるおちゃらけた感じの子だと思ってましたね、えー、も,うもうずーっと勉強一筋でやって大学入ってミュージカルと出会ってから転落したって言ってた自分で転落した、うんだ、うん、自分の中でねもう勉強から一切遠のいてみたいなええーうん、まあいろんな方がいるんだなと思ってねうん、うん、えー、えー、えー、えええええ 旧ぐしかしの俺さんからん月曜オリジンチャンプルでは1日からスタートするって言ってました<何>元旦からやるつもりかあいつら<何> <laughs> 仕事がないから無理やり仕事入れようとしてるか、まあ、一応サーキーは、ね、自分でできるから頑張ってやっててやもらおうかツイツイキャス自分のアカウントのツイキャスでやると思いますよ。<laughs> なるほどね <laughs> し、はいえー、しかしの俺さん煮つけ変更戦1個も見てないからち、ねうんぷんかんぷんということで。す料理ゃいいでよほということで本当昨日の星組、はい、僕めっちゃいいなと思ったのがね名前が出てくる葵ちゃんかうん、うん、がめっちゃ可愛いですねあのどっちの役も。あそう 二人芝居もも返しもなんかさ葵かわい可愛いってみんなで言うのに真也さん認めないわけ、えー、あいつかわいいかみたいなこと言うわれ前楽屋で、うん、もうマジでえっ、ー、って思ったんですけど、うん、差し入れで、うん、みかんいただいたんですよ。 はいはい。みかんいただいてたじゃないですか。あの、しんちゃんさんからね。いその後に、もう。滝川さんからも頂いたます。はい、頂いてます。来てました。来てました。僕、おきいやつ、しちゃんさんから頂いたやつ、僕がつ、楽屋来た頃には、もう、みんなが食べき。ててなくなってたんですよ。みかん食べたかったなと思ってたら、その、何日か後に、滝川さんからいただいたやつが、あの、赤いネットに入ってるやつ。で、あれも、ちょっと、個数が少なかったんですけど。あ、もう、マイクエンとか食おうと思って、取ったんですよ。 したらまあ横で千ぐさ,さんが「このみかんもめっちゃおいしいよ」っつって「食べてごらん」っつって「じゃあいただきます」っつって向いてあの扉の横にねあのこのゴミ袋があってそこをかわせて,てそこでもう立ちながら食べて結構な僕声量で楽屋に響き渡るぐらいの感じで「いやうまっ!」っつって言ったんですこめっちゃうまいっすねって千ぐさ,さんに喋ったその間を。 ちゃんんが通ったたたままその楽屋ようとしてしたら僕が持ってるみかん見てほぼ僕絡んだことない共演もないし今回初じゃないですかでだからもう僕もめっちゃ人見知りだからほぼ喋ることもなく挨拶ぐらいの子がいきなり「1個食べていいですか?」って僕が持ってるやつから1個ポンって取って食べたんですようわめっちゃおいしいですねっつって楽屋出てったんですあいつ真っ白だなドキドキしないですかこれ 俺はまあ知ってる分そんなドキドキはないけどまあ魔性の女だないやだから僕びっくりしてほぼ絡んだことないまあ一緒に火をけ出てみるけどみ,みかんなんてさ皮を剥くとさもうそう。素手でサぶる素手で持ってるんですよ、うん、僕も片方を乗っててえー、<laughs> 何お前なんか何やるつもりうちゃいの時めっちゃドキドキしてだ <laughs> から俺もう一瞬でその時動画終わって、うん、え 嘘でしょっつって <laughs> こんなことあるっつったら横で見てたゆういちくんからぐらいがいやあんな子なんですよっつってなんかあんまり男女とか気にしないというかそう結構もうだから人懐っこい感じであ,あでもねめっちゃ人見知りだよあのーあのー、2年前の琉球超人で、はいあのー、来てでその前からちょっと知ってはあのー、西平四郎のところのスタジオパフォに通ってたりとかして知っ、えー、てはいたんだけど、はい、琉球超人の時に私1回も話なてだろう 話さなく話せなくて向こうも人見知りでなんかもうちょっとなんかこうそそそっと逃げていくわけ、うん、で後になって、まあ、今年日付変更戦でないかって話になってからなんかこう秋山さん秋山さんみたいな感じで寄ってきたからお前なんか日付変更戦出れるって分かったら寄ってくるなって言ったらなんかいやだって琉球超人の時は秋山さん怖かったんですもんねほらでかかったんだよあいつちっちゃいし <laughs> ずっとでかいわ琉球超人以外でもずっとでかいわ <laughs> あれはびっくりした、うん、いやこれ好きなるやつだろうっつってああまあまあね君とだからそのだるま返しと2人芝居の,、はい、あの最初のあいつのなんか慣れ慣れしてるのがでしょなんか愚痴坊とかったですねあ,あれも最初はあっ かなえ,あかなえじゃねんだ葵がそういうふうにやってきたもんだから、はい、あれをあの分かりやすくやった演出があれだったイいかそうみたいなそ,うそ,うそしたらあいつらさなんかエロチックに作っとったろ <laughs>、はい、あれはもう俺のはっきり言うけど俺の演出じゃないかなあのエロチックねじゃ <laughs> んかだるまのね <laughs>、はい、頭の方のねピンピンってやつがぐしこくホフホフとか言ってるのね <laughs> <laughs> いやあれあのくだり面白かったしいや葵ちゃんあのイメージがなかったんでんギャップですごかったですね だは一発目でもしあれ見た人はエロい感じ見た後の、うん、その二人芝居での綾野の役ので、はい、もっと可愛く見えたと思うんですん。やっぱや,やっぱあれだなトモッキーはもしかしたら<あ>じゃあ,あれかあのこの守ってあげたくなるような子がタイプなのか。あそうですね。ね<え>守ってあげ青あ,おあでもそっか。青は結局。き ね、青春みたいな感じあまあそうだね。みた,のみたいなやつなんですよってユウくん、うん、も言ってた気がする。なんかハっッパかけまめぐってる感じでしょ。うん、あの前にちょっと新屋さんとも話してて、まあ日付変更戦の女子の話をしていて、でなんか青誰が一番可愛いかって話して、青いかなつら青いっていう。うん、ででも新屋さんは多分あれですよねってこうあのハイジとあのクララってどっちかって言ったら多分新屋さんはクララがタイプ。 でも、葵はどっちかっていうとこも、なんか裸足で野原をかけ、ヤギと一緒に野原をかけまめぐって。そう、ハイジさん。うん、なんか、シアさんはハイジタイプよりも、クララタイプだから、多分、葵の良さはわからないって言って。ああ、なんか、ひとみさんとか、なんですかね。ひとみさんは、もう、誰が見ても美人な。美人な。はい、ひとみさんだよ。分かってるよ。分かってるよ。秋山ひとみも綺麗だけど。 いいよ、つけたさないで、フォローして言わんでいいよ。違う違う違う、フォ深夜さんに可愛いって言われたら、私ラジオの。マイクそんな、そんな、あれじゃなくて。うん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 、あ、うんうん、まあ、そう、そういうことです。だから、まあ、でも、本当に、今回さ、いろんな方がいるさ。いろんな人がいますね。で、今回、あの、見に来てくれたお客さんとかでも、まあ、このなにモデルさんとかさ。なんか、ちょっとタレントやってますって方とかがいて。あの、何名か声かけてもらって。私も出たいです。 <あ><で>そうですかって言ったんだけど、まあ、来年 2>,、うん、まあ2本ぐらい舞台なんかで立ってるのがあったら、うんまあね、そういう縁はあるかもしれませんねって言ったけど、うん、簡単には出してないです一応、俺らは。まあまあ、ね、<laughs> 基準がそんな裏側の話までしっかり言うんですね。<laughs> ここでで <laughs> ツイキャスで結局 オリジアンは年末年始いつやるんだって話がこう飛び交ってるんですけど <laughs> す大城くまさんが1月1日から僕が開けるわけないじゃない、うん、仕事し <laughs> 使用するわけないじゃないですかと。12月27日水曜日ラストの1月4日スタートですもうこれラジオのディレクターが言う言葉じゃないですよね年末年始はテレビやラジオの特番が面白いんでそれを楽しみましょう <laughs> <laughs> ラジオ聞きましょうじゃなくて <laughs> FM な聞いてくださいじゃ,なくてじゃないんだねもう他の他のテレビとラジオ聞けた。<laughs> <laughs> <laughs> すごいねいやでもいい人間らしい <うん S 1> え長谷川さんからえっとヒートはだるま会社と2人芝居やるとしたら何役したいいや2人芝居は絶対ミカさんでしょあ <ー S 3> 一応前にこけら落としでやった時は僕が当てたのはヒートにあ,のあかねだったあかね彼女 鉄平の鉄平がしんやさんとだからしんやさんに結婚してくださいって言うんだったし <laughs> でミーズ <laughs> ミーズをミカにしたなあーミーズもあるなーミミズのミカはねなんか怖いのクールクール,クールすぎてそう怖いから冷血な女みたいな感じですどっちも一応ミカ役あるなって思ったけど、はい、ヒートの方はなんか肉食系の <laughs> なんか攻撃的なミカみたいなイメージだっけ <laughs>、うん ミーズのはなんかね、あの沼地にね、たまに出てくるなんか <laughs> ワニみたいな感じの怖さがあるさんか <laughs> <laughs> ここなんかちょっと異質な感じの <laughs> なんか普段めっちゃゆっくりすいってなってるけど噛みつく時死に怖いみたいなそうそうそう<ー>でも結構俺の中ではあ高級落としの時のよく当たってたかなあのミイカがやったなんだっけあやの、えー、綾野もよかったしもうあできないって分かってる上で何やりたいって言われたら綾野やりたいですあ<ー>あ 今ももうもうそそんなな役じゃない分 <laughs> <laughs> 分かかっっててるるよれはでも本当にねやっぱこの作品はすごくいいから、うん、なんかなんかいろんな役者さんとこれねなんか来年とかもやっていなだからうんなんか役がやっぱ変われば全然質も変わるしで、うん、こんだけあの日付変更戦ってやっぱどんなに団体団体っていうかこの大勢が出演してもそんなに絡めないじゃないですかなかなかがっつり。そうそう 絡まないあっちの稽古も行かなきゃこっちの稽古も行かなきゃなんでなんであっ日付健康線見に来てくれるお客さんですかいや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 そうじゃなくて今あっちにほらモフモフがいるでしょモフモフかで今おばあちゃんが一緒に歩いてるでしょおばあちゃんが今リードに絡まってるらう連れてかれをされてたから大丈夫かなというおばあちゃんもおばあちゃんで小型犬2匹連れてますからいやかわいいミニチュアピンシャかな 見ただけでわかるんですかあれボブと一緒でボブえー、俺チワワとしか思ってないんですけどチワワかなああミニチュアピンシャーからんなあ、うん、でも茶色いもうちょっと丸短い毛のっと丸と寒そうなぷるぷる震えるタイプのやつですよね、絶対冬 <laughs> おいで、行ってこいっつってる可愛 <laughs> い,いな何の話してたわかんないっす <laughs> <laughs> あ、二人芝居とだるま返しね、だからあのー もともと2つセットだったんですよねそうそうそうもともとは二つセットでだってこ別々でやってたあれさ康潤さんの初めて書いた脚本ってよ少女作って言ってましたからね初最近知ってからそうなんだそうこれをウェイスブで書いてて私にびっくりした最初からこれが書け…ね言い方あれですけど書けるんだと思ったよすごいあのクオリティが最初から書けるんだよすごいこいつ名前知りたいですねそろそろね 白いモフモフ犬ね。モフモフが来た。モフモフがまた今日来た。ちっこいちっこいの見てちょっと興奮してるね。いやもう良いクリスマス感がすごいですね。赤いリードに真っ白に赤いリードにちょっと緑のタグがついてるも。かわいえな。お前のア舐めてる舐めてる。感心するぐらいでかいな本当にな。お名前。ありがとうございます。いつも顔見せに来てくれて。ありがとうございます。可愛い。さあまあ日付ねまあ。 浩順さんの書いたやつっていうお話もありますけど、うん、一旦 CM 行ってまたそこに触れていけたらいいなと思いますけども。うんはい はい、えー、またね見に来ていただいた皆さんからのメールツイキャスもお待ちしております。うん、メールアドレスがオリジンアットマーク f m n h ドット j p すべて小文字で o r i g i n アットマーク f m n h ドット j p となっております。えー、懸命に木曜オリジンチャンプラテ日付見たよ係まで <laughs>、えー、メールお待ちしております。<laughs> そ,かかその他のねフリーなメールでも、はいえー、お待ちしておりますので、えー、どしどし送っていただきたいと思います。うん、よろしくお願いします。それでは一旦 C M です。 はい、えー、12月14日木曜日17時23分になりました木曜日にジャンプルーをやっておりますはい、はい、メール日通続けて紹介しましょうねはい,、はい、はい、えー、劇団大勢の頭と女神とお役者、うん、ともきともきとラジオの前のオーディエンスおっつです柴居たろか博士でございますありがとうご 今回も日付変更戦のチケット代1万以内に抑えられんかったい,まいい作品が多かったのでよしとしましょうありがとうございますおかわりありあがとうござことえー、今回は、頭もベスト10に入る作品に出演,出演できてよかったねまだ分かってないですけもう確定博士の中の確定多分さ節分は入るはずと。お<ー> ヒートはバンパイアから女神まで幅広く演じられて楽しかったのではと光と闇ね初めて日付変更戦でスーツ着なかった女性スーツというか今まで着けるのあったっけありましたよ何かしらスーツ着てました青のカーディガンイメージある日付変更戦カーディガンって勝手に呼んでるけどとともきは今回もやりたい放題だったねかっこ笑いと。 いや、ありがとうございますえ以上、来年は千秋楽だけ一回感激する予定の博士でした早いな、予定がぜひぜひ、他の作品もそうなんだよ、そうなんだよ何ねやりたい放題で思い出しちゃわ出しちゃわ最後のパターンのな、何これって作品えこっちはさ、五分の五分ですよ千秋楽あるかネタバレは長くやって分だぜって、今回はね十五分やってましたね、これなんか15分ですよ、皆さんじゃ、あれ 稽古中しかやってないやつなんですよ2周、うん、回るなんて、うん、いつも俺が止めてたんですよもう、うん、僕のセリフでこのなんかその話話ずれてるで論点がずれてるからっていうこの話じゃないっつって戻すきっかけがあるんですけど2周、うん、目行こうっつって、うん、えっっつって。 そこでまた俺が言えばよかったんですけどややるっっっっつて俺がやっちゃったんですよそれでか <laughs> そあの劇中で一発芸をやるっていうねあ,あれがあってあそれがね一、まあ、<の>周でおなか一周したとえー、<ー>4人いて一人一回ずつやって終わるっていうくだりなんですけど、えー、<ょ>計8回の俺ほんとに一回終わって自分の出番が終わって着替えて <laughs> <laughs> 戻ってきてタバコ一本吸って次安さぐらいだケ、OK、ー。 いつも何これのそうそう着替えて戻ってきてタバコ吸って終わってないからまたタバコ吸ってってまだ終わんわみたいな <laughs> えみたいなで時計見たら <laughs> 9時になってるわけ3作品目出たよ <laughs> えー、みたいな 1>, <laughs> 1時間やって <laughs> だったら私音響照明の日ですけど<ん>もう一応楽し、うんでた 楽し,んでたまあ、楽しんでもいるしなんか一番最後もきのセリフきっかけで落とすんですけど、うん、だからもうね、次の作品の準備もあるしブリッジも流さなきゃいけないからこう照明を落としてブリッジ流すっていうので手をこう照明のところと MD のところにかけてるんですよ。うん、全然言わないから。<laughs> うん でなんかもう男4人がなんかプルプルしだしてなんかちょっとお客さんもクス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 してなんかまだ言わないぞまだ言わないぞみたいな空気出してるからもう本気で途中で落ととしててやろうかなと思ってこれあと5秒ぐらい待とうかなと思ったんですけど最後うんうんけどこれあと5秒待ってる間に秋山さんももう言わんかったら落とすからなって一番最後って決うと時に言ってたからこれ落とすかもしれないなと思って僕が行った瞬間にお客さんとここにいるメンバーが吹き出して。 行って安定して終わるっていう。あ、そうだっただ。<laughs> じゃ、あでも。二回目終わった時に、演出の正人さんが。見に来てたんですよ。二回目はやった時に。うん、じゃ、見に来た時に、あの。福永さんが見に来てたんですね。はい,は,いは,いはい、はい、はい。で、戸口さんは終演した後に、終演後に、福永さんに、あれ、めっちゃ良かったっつって、褒められた何これ、あれ、俺、めっちゃ好きだなっつって。めっちゃ大絶賛されたけど。正人さん的には。ちょっと、うん。 まあ聖書も言ってましたねそうもっと空気作って、うん、なんか自分たちの空気にしたままやってほしいと、うん、今はもう台本を追っかけてる感じがするからつって、うん、だから空気作るための間は存分に取ってくださいってさんが言って次ラストだからって言った「ナニコレ」をやる前説直前ぐらいの時に奈緒ちゃんが直孝が僕のとこ来て「今日ナニコレの頭めっちゃ 空気作るためにっつって <laughs>「まささんが言ってたからね」つって出たんですもう来年からは5分過ぎたら安定しようやさ <laughs> <で> <laughs> だってもう稽古場の時点でも10分とかになってるからか、ね、そうそう短くしようねって言ってるのにどん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 長くなっていやでもだからあの空気感なんかぼ言葉の大きなボケがあるとかじゃなくて <laughs> <ー>なんか本当にとに緩,緩い空気というかね 男子校の,、うん、そのちょっとオ、あのー、タクな人たちが集まってやるような雰囲気の会話劇をやりたいっていうのを正門さんが言ってて、うん、だからそれを出したいから空気が大事ですっつってずっと言ってたんですだからあれは多分お客さんとして一番見たい作品だな俺も「うんうん、何これ?」一応好きなんですよ。何これと僕分かんないが好きって先週も言ったけど、うん まあ、ああいうちょっとし静かというかまあなんかし芝居コントっていうよりは本当に芝居の演技で笑わせるというか空気感で笑わせる、うん、本当にその何て言うんですかもう会話だけで笑わす雰囲気というかうん、うん、だから一応途中その台本感が出ないために普通に会話してる今僕が喋ってるのを聞いた上でこのうん、うん 頭が考えて次の言葉出ますよねっていうもうその台本を全部それにしてください。今聞いたてのやつをしっかりやってくださいと。もう会う普通の会話ぐらいでやってください。だからアドリブ入れたとこはみんながアドリブとかなんかアクシデント起こってそれをフォローする。うんうん、僕がフォローする言葉出た後とかにみんながそれになんか乗っかるというかとかは一番自然にできてるんですよ。うん、それは台本にないから。はい けど台本のととこにに戻っちゃうういいよもう真面目に語らなくてだから間を取るとかもうアドリブで好きなこと言っちゃってくださいみたいな,、えーなね、もうせ変えてもいいですみたいなああそうもうぐらいの感じだったんですよ演出が、えー、だからもうあの一発芸の下りになると、うん、みんなもうそれぞれ何か喋るしボケるしなんかアドリブでいろいろやりだすっていう <laughs> まあそれのね最後の3回目が、えー、15分いっちゃったという <laughs>。 話でございました楽しかったですありがとうございましたも,もう一通メール紹介しましょうねっえっとハイ、はい、サイツトムです日付変更線も今日で最後ですねと、まあ、通常パターンが最後ですねいつも思うのですが点数をつけるのが難しいですよねとうん、うん、どれくらいが満点か作品を作ってくれて演者も頑張ってるのにすごく悪い点数もつけられないさ もう土曜日も満席になってますなってなかったら予約してくれますかと一応今キャンセル待ちですねまた後でご連絡いたします、えーえー、内地のめっ子が修学旅行で沖縄に来てましたいい天気と気候も一番良かったので楽しかったかな、えー、昨日で沖縄から埼玉に帰りましたそして昨日の埼玉の気温がマイナス2度と聞いて、うん、温度の差で体調悪くしてないか心配ですが僕も日曜日に神奈川に行ってみようとチケットを買いました、えー、もしかして雪が見れるかなそんな防寒な服がないので大丈夫かな

えー、今年の正月に福岡では8度でしたが全然大丈夫でしたということですマイナスなんて言ったら人間の住める世界じゃないですか住んでる住んでる、えー、でも最近大寒波が来てロシアかモスクワかどっかでさマイナス56度だ、えー、マイナス56度ですできるのそんなことマグロ保存するところ寒いじゃないですか <laughs> マグロすでもねあっちのその映像で見た限りはみんな普通にあのなんかわかるでっかいあ帽子のあれですよねもこもこの帽子つけて普通に歩いてたから だからまあ、うなのかなウォッカとかこういうさ度数の高いアルコール飲んで体温めるとか言いますけどねうわもうだってっ、ね、だこの前、去年先週、はい、日付変更戦の最初の週の週末金曜日とかに雪は降ってないですけど、うん、あの17度ぐらいにな沖縄がまあなってて寒くって、まあ、天気も悪くって、うん、風もびゅーびゅー吹いてて。うんで その時に初めてコート出したんですよそれこそ前の日まではもうシャツ1枚ぐらいだったのに次の日も寒くってコート着て日付変更線行ったらその時が内地からのお客さんが結構来てるこの衝撃場ネットワークって言って。県外かかららいろろんなところからあのまあこの 沖縄の衝撃場を見ようって言ってわ、うん、が町の衝撃場に来てくださったんですけどはい、はい、ちょうどたまたま一番前に座ってた方が札幌から来てたとはい、はい。あで、っかい方でしょ日沖縄あったかくないですかって言ってそしたら <laughs> あはい、とってもあったかいですって言ってでも,もう沖縄の人はもう寒いから今日私コート着てきましたよって言ったらもう会場からブーイングえーみたいな。 寒い,よ寒いもん <laughs> 寒いよなんでそんな,なんか不満げなんですか今日,今日もさ俺今ずっと久しぶりにバイク戻ってきたからさバイクで移動してんだけど<う>寒いね久しぶりバイクはいやもうだって僕今もヒートテック入ってますからね <laughs> マジ、はい、お前なのに何で上は半で上はまああの,あの風通さないレーザーのやつ着てるんですけど僕も今日バイクなんですけどいやめっちゃ寒いよ今日いやもうめっちゃ寒いっすよ、うん、だって去年だから札幌行った時着いた日 札幌11度だったんですよ。あったかいよねあったかくないよ沖縄の真冬を下回ってるんだからこっちとらは沖縄でしか育ってないんだよ <laughs>、うん、沖縄の冬しか知らなくていや寒いところだっつって行って,言って11度で「やっぱ寒いな」って言ってたら現地の人みんなに笑われて「今日あったかい方だよ」っつって「今日全然あったかい見てごらんみんな薄着だよ」っつって「薄着じゃねえよ」「死ぬぞお前ら」と。 こんな高校野球なぞって思うぐらい次の日なんて雪降りだしてほらほらほらってこっちは言ってたけどいやいやこんぐらいだったらまあマイナス1度ぐらいなったんじゃないみたいな <laughs> もう軽い感じで言ってる<ー>マイナス20度とかになりますかね北海道の寒いとこともうだからマイナス20度はこの間あのタクシー乗ったんですよ、うん、あのお店で,もどこで沖縄でそう飲んであ<ー>あこの間ね飲んでもう朝7時ぐらいになって大行もいなかったからもう車置いて。 お家までタクシーで帰ってたんですけど、うん、あの運転手さんが秋田の方だったんですよ。<ー>うん、秋田出身の方で もう乗った瞬間に分かったんですけど、うん、何言ってるか全然分からなかったんです。あ方言そのままなんだった。ほぼほぼそのままです。<ー>来てすぐぐらいの感じで、ちょっと道わからないんで教えてくださいねみたいなことを言ってるんですけど、<ー>何言ってるか分からなくて、えっっつって言ってたら、いや道がちょっとまだわからないねみたいな感じで <laughs> ああ、あはいあ、沖縄の方じゃないんですかあの秋田でいいみたいな感じでバリバリの秋田だからもう沖縄いいですねっって。 雪がねがらねうちらからしたらっつってもうめっちゃ秋田<ー>逆に乗ってみたいけどな俺も乗ってみたいからもう酔っ払って朝7時ぐらいで日付終わった後出勤して眠いのにもう面白くてずっと喋ってましたねえ<ー>だからもうやっぱ秋田の人からしたら天国らしいですねいやだって沖縄で冬っていう12月1月なのに雪を見ることがないとか 埼玉、そ<の>東京とかだってこっちの冬はやっぱさすがにちょっと寒く,寒く感じはしますけどでも今ヒー、私ヒートテックとこのシャツ一枚なんですけど多分もう実家にいる頃とかは本当にヒートテックとシャツなんてうんですか普通の T シャツみたいなシャツと上着着てセーター着てますよこっちはその冬の準備がないさ。そう それがだから俺らはまあ向こうからしたら天国かもしれないね。うん、うん、そう冬のためにもう家とかその道路状況とかいろいろやらないといけないじゃないですか。うん、雪のある地域を、うん。溶かすためとかね。なんかいろいろあるじゃないですか。もうそれを全くしないでいいのが本当に時間がゆっくり使えると。うん、ああ、そうだろうなか。でもそね、タクシー運転手さんだったらもうタイヤチェーン巻かなきゃいけないとか冬用に変えなきゃいけないとか。 こっちはいろいろ、ね、道が多分雪がすごいからじゃあこっちからとか細い道が通れないとか楽園中のは嘘じゃないねってほん <laughs> にそんな感じで言ってましたからいいなんかすごいいい人だったんですよね<ー>当たってほしいなぜひあの人に皆さん。 いいななんかあれだねあのー、秋田の人乗ってますみたいななんかなんか貼っといてほしいねそうでその人が道わからんからっつって <laughs> あじゃあ次の信号左ですってなんか話してる途中とかにもあこれ左ですって言ったら左ですねありがとうございますって毎回言うあ<ー>めちゃくちゃ丁寧だし,しで話してたらやっぱあっちの話とかいや秋田の人はねあのやっぱ美人が多いけどねっってでもあのないものねだりよっつって。 秋田の僕らからしたらあのやっぱねあの色黒のね健康的な女性に憧れるからねええでもで沖縄の子は色白の子に憧れるんだねっつって秋田美人って言うぐらいですからねそうですそ色白いだけで<雪>、あのー、そんなあれよ <laughs> 僕こっちにも美人さんいっぱいいるからねっつって <laughs> 健康的な色してねっつって群馬<ー>の兄蔵、えー、さんから「えー、か分かる風強いしで、ね、室内でも暖房ないから寒いことあるよね」と。 あうち寒いっす、うん、暖房がないですよね沖縄って、うん、ない冷房しかないじゃないですかエアコンというかクーラーも俺だってエアコンで暖房っていうのをつけたことない、うん、使いも。使おうと思わないですないじゃんもともとがいや設定に、うん、いやあるじゃん全国でも売ってる、あのー、クーラーのねそうそうそう 沖縄県産ののブラーを使ってるので冷房のみみたいなやつで前の仕事場はあれでした塾の予備校寒いなと思ってもうだめだ暖房入れようと思ってもクーラーか送風しかないですよああこれ植え込み式のやつでしう業務用のやつ管理でシステムで管理してるやつとかはもう暖房入れないようにとかねなってます 初めましてかなツイキャスで外さん。外さん。うん。こんばんは何度くらいなんでしょうと。はい、今,今外は十七とか十八かな。ね、今この室内は二十五度あります。へえ<ー>。暖かい。だから今十七かなあのーえー、いつだ土曜日か日曜日ぐらいマイナスがあマイナスじゃないあの最低気温が十四度でしたね。あ<ー>、えー、あ。こんなに寒かったの？<laughs> はい。いや週間予報で怒られるだろうね十四度で寒いとか。 いやもう雪降った時が8度とかそんぐらいでしたっけ10度下回ったんですよねギリギリみぞれ降ったとか、うん、あのね去年か一昨年ぐらいですよねあ1月の 1>、うん、あの調子もかった時ねそうそうそう覚えてるは元部下どっかで今日は長は19度19度,19度 <laughs> えー、後田武さん、えー、沖縄には沖縄の冬の辛さがあります、お父さんがこたつはもっと寒くなってから出すって言ってるうちに海開きが始まったりする、<laughs> うちの実家のような、えー。<laughs> でもな、俺もこたつなんて、ここ最近見ないな、俺は。一応、うちもこた,つななこたつ用の机ではありますけどこたつ布団は持ってきてないですよ、こたつはさ、俺の中で本当に一番安心できるの。うん 居場所的に <laughs> ただ <最後 S 1> ただなんかもうね面倒、うん、くさくてね出さないかもしくはこたつがないっていう感じなんだよねじゃあもう出したら私二度と出てこないと思う<は>元祖人をだめにするすそうそうそうやつですよ沖縄でも寒いと思って、まあ、末端冷え性でもあるんですけどが、ね、こたつ出したらもう実家でも朝起きてこたつに入ったら1時間出ないんですよああわかる。 だからもう出勤までの時間とかも遅刻とかしそうだからか、うん、だしこたつで絶対寝そうだから寝て風邪ひくタイプだからも<ー>もう逆に外出ますもう早く仕事行こうこたつをすごく愛してた時はもう小学校の頃とかさんか夕方さお家帰って親が掃除する前にこたつのさ中に入ったりとかしてさあのあったかい。 の中もう消すよっつってこたつベンって消されたけどその余熱みたいなのをね逃がさないように布団をこう開かないようにかもう自分が中に入り込んじゃうみたいな僕沖縄でこたつは入ったことないんですけどあないのないですね。私もないな僕んちの実家にあった大きいテーブルもこたつ仕様のやつなんですけど一回も使ったことないですし奄美大島に帰った時にはこたつ出るんでもうそこで。 実家に帰った時だけだけな大城まさんより、はい、ただいまの時間、外気温、えー、17度です、暮らしが成り立たないレベルの寒さです。で度も、えー、またね、沖縄、風が強いからね、ね体感温度がぐっと下がるんですよ、ね、昼間さ、あのー、車で運転してたら、もう、うん、なんだろう、太陽が当たるとめっちゃ暑いわけ、車の中。<ー>で、クーラーつけるわけ。 でもちょっと日が陰るとすぐ寒くなるから暖房というかこの気温をガーッと上げるんだけどだからでもちょっとまた太陽出てくると暑くなるから下げるしみたいな繰り返ししてて車の、ね、クーラーはもう冬なったら使わない方がいいがですよ僕は使いたくない派<ー>寒いじゃないですかクーラーつけたら、うん、外寒いからって中に乗るじゃないですか、うん、クーラーつけずに走ってると外と中の気温差がすごすぎて窓が曇るじゃないですか。うんうん でクーラーつけて中も冷やしてってもう寒い中がたがた震えながらやるからもうずっと窓開けてけばいいんですよ大阪のおばちゃんさん関西圏今4度程度娘のお散歩同伴死にますとお散歩同伴4度で散歩しようっていう気になるのがすごいですね。な まあでも、だからまあねだそれこそ耳当てして帽子かぶってマフラーして手袋してモコモコのブーツ履いてとか無理無理、うん、だって15度とかでもあるかも僕は冬が嫌いなんだよ、本当に私も苦手だな冬が嫌いいや俺冬は一番好きなんだけどねえっ、ー、マジっすか寒いけど好きなの夏がいいじゃないですかなんかさいろんな洋服を着けるってなんかそうこれね好じゃん、あのーいや あ,あったんですよその思春期の時期に <laughs> 冬は何やもんもの思春期の話は一回 CM の後にしましょうねはい一旦またまた CM 行きまして <laughs> 僕の思春期話に入りますので、はい、えお楽しみに <laughs> 一旦 CM でございます Merry Christmas from FM Naha. 12月16日木曜日14時43分になりましたボケオリジンチャンプルやっております CM から開けたらすぐエンディングが流れるっていうあのこの放送ははいあの提供ビッグワンの提供でお送りしましたお流す後クレジットをしてたつもりがエンディングをしてましたやめてよ大変申し訳ございませんびっくりした今ね外をねあの一般人みたいな感じでジュン選手があれでびっくりしたコータ君と一緒にあれええ先ほどの大阪のおばちゃんさん2歳はトレ トだから素の状態にトレーナーのみってことですよね、うん、ほぼ 2>, 2歳ぐらいだったら T シャツ着せてトレーナーとかではなく、ねえー、水にさした花さん私も冬嫌いとおしゃれしたいからってありえないとそうだあのね僕前から言ってるんですけど、うん、あのおしゃれな人がタイプっていうタイプの女性僕嫌いなんですよ。 あの <laughs> 好きなタイプなんですかって聞いて、うん、おしゃれな人がタイプですっていう女嫌いなんですよ。って思ってるけどこっちからしたらそれはいやいやちょっと恥ずかしくてできねえわみたいなことになったりとかうん、うん、そのジャンル好きじゃないですっていう人もいるじゃないですかだからもう人じゃなくてじゃあ洋服が好きなんやしっていう、うん、洋服で恋してるやしって。 っていうのもあるしだからそういう人ほど冬っておしゃれできるから好きなのよねとか言うんすよいろんな服着れるからみたいなさっきのシアさんのやつじゃないですけど僕はでもおしゃれができるからとかのじゃなくて寒いいじゃなですか冬は寒い夏は暑いじゃないですか冬って寒いから着込むじゃないですか室内入るでしょ暑いってなって脱ぐじゃないですか。 で帰る時また外出たら寒いから着るじゃないですか、うん、なんでこの1季節で暑いとか寒いの感情を2個感じないといけない <laughs> それは仕方ないだろいやだから嫌いなんですよだか,らだから僕いつも T シャツにもう上着だけでいたいんですよもきさん靴も苦手だろ靴苦手です草履が好きだろ好きです結局これも靴を脱いだり履いたりするっていうのと一緒だのなあ<ー>あ<ー>もう,そう、ね、私もともとこの重ね着がよく分かんないんですよ システム年かおしゃゃれじゃない自分がだからそれよく言うけどこの色を重ねたりするとか、うん、何とかをするっていうのがあ,好きあんまり好きじゃないっか分かんないからもう本当にやるとしたら,もうだからセーター1枚とかうもうこ,のこれだけ着て OK みたいな感じになるからあんま重ね着を楽しむとかこの色とこの色が使えるとかがあんまりない。 差し色で赤を入れてみままたね。って思うるせえって思いますね <laughs>。俺はまあ洋服いろんな洋服着れるっていうのもあるけど別にファッションとかじゃなく、うん、あとね冷房をかけないで済むからあ、まあ、沖縄にいたらいいなって思うわけ。自分家で耐えられるもん。だったらそう冷房とか暖房もつけないからいいですけどだから公共の施設行った時ですよ。 暑いじゃないですか、うん、暖房かけてるんで。うん、え、もうかけてるとこなんか私見たことないよ、沖縄の施設でいやいや。コンビニっても今かかってますって。うん、クーラーだよ。あ<ー>あ<ー>、クーラーだよ。ーーだよコンビニ。暑いもん。い<や>でもあれだよね。そのー。やっぱ寒いのがいいよね。うん、いや、いや、いやあのさ。 朝のさ、起きてからさもうちょっとだけって時のあれ夏はできんさ汗かいてからベッドしてよえーもう早く動きたいもんえっ違うもうだからもうちょっとって言いながら <laughs> じゃあ本当にもう冷水でらってひんやりーっつってえもうそれ冷水なんですかもうト,トイレ座って便座滑るときてはっ,つって「早っ!」ってなるやつまあれがいいさいいらないうただのストレス, <laughs> ス,トレスそれはそれであっていいんですけど逆にだからあの何ウォシュレットとかついててあの便座もあったかくなるタイプのやつあるじゃないですか僕あれがぬくいのはまた嫌いなんですけど、うん <laughs> なんでここだけ熱い場みたいなじゃみなんか<う>末端冷え症なので洋服たくさん着たところで、うん、あったまらないんですよこの体の芯が。 邪魔も常に二本絞っとけ。芯から冷えるよ。酒飲めね全然動けなくなる。あのもう日常生活ができなくなる。ええ群馬の群馬の二蔵さん沖縄に移住した時の心配を聞いてもらった心配を聞いてもらった服を買う必要がないので金はかからないと言われて納得したと。ほう。ああでもそうかもな。もうだから冬服っていう概念があんまりないというか。うん。もうなんか春。服 春と秋がまあ大体一緒の洋服だと考えたら、うん、ずーっとそれ着てますねだからそれを2枚重ねて着れば冬乗り切れま使うら沖縄ですよね春物秋物をちょっとロンティの上にあのジャケットを羽織るぐらいでもうで一番分かりやすく言うと本当に車乗ってる人は変なしいらないですまあそうですね,ねだから僕今もう半袖なんです中入ってきてだから今暑いから。 俺暑くないお前,お前ちょっとお前暑がれでだ,だって今がで半袖って俺か寒いけど半袖も僕今これも,もう1枚しか着てないですから、ね、えー、嘘でしょ <laughs> いやいやもう本当にだから、あのー、バイク乗る時に、うん、じゃあその重ね着したら寒くないとかあるじゃないですか、うん、でも重ね着したくないですよごわごわなるし汗かいた時に脱いでいくのが大変だからうん、うん、じゃあ完全に風をシャットアウトする上着を1枚買えばそれで済むじゃないですかそれだったら T シャツにそれ1枚で済むんですよ。<laughs> 風入ってこなないいから体冷えないんでトモキトモキ、はい、トモキツイキャスで群馬の兄貴蔵さんから、はい、トモキ許せかっこ悪いとしゃべり倒したいトモキいやもうだって冬もうだって乾燥するし風邪ひくし鼻ピーピーするし<も>寒いのと暑いのの寒暖の差とかいう私冬のお風呂まあ私いつも冬も夏も結構お風呂ためて入るんですけど冬のお風呂の温度45度のお湯ためますよ 45? 結構暑いねシニアだから 皮膚とかはめっっちゃ真っ赤なんですよその中でよ15分ぐらい入ってるんですけどそれでも汗かかないですもん。ええー。もう冷え切ってて。 45ってすごいねだいねいか40ぐらいでしょうん。本当はぬるめっていうか39度とか40度ぐらいに15分か使ってたほうがいいって言われるんですけども三39度とかだとしかもなんかこの保温機能がないんで、うん、どんどん熱に逃げていくじゃないですか追、うんはい、いだきとかないから沖縄はだからもう本当に寒くなるわけです40度とかだとえ沖縄人は湯船を使わないだからないから追いだきとかついてる、うん、まあ最近ちょこちょこあるらしいですけどね最近でもその なえっ、ー、と、湯船に使って、風邪引く人も多いからね。<ー>沖縄人は慣れてない分、<ー>そうそうそう、気持ちいいなって、<に>もう。な油断してたら、風邪引くパターン。そこにちょっと長いしすぎてみた。そう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 。いや、森友さんからヒート、炭酸泉行こうって来た沖縄にあるんですかね。なんすか、炭酸泉。うん、多分、あれじゃないですか、に、あの、この、しゅわしゅわのやつ。うん,うん。お<ー>お風呂。沖縄。あれかな水風呂だよね、多分、水風呂入れないんですよ。<laughs> え？<laughs> 心臓がキュってなる <laughs>。<laughs> 水風呂がいいのに。私本当にサウナ入った後も水風呂入れないんですよ。いやサウナまあいやもうダメされたと思ってやってみたい。いやちょっとあるあるある。確かにきつい。最初は。サウナ入った後の水風呂は最高なんですけど、あ,あ,あ,あのなんていうんですか。 よ温泉施設というかところでのあの水風呂では嫌な思い出があるか入りたくないですよね。えなかった。いやいろいろありました。いろいろありました。いろいろあるけどあのバシャーンって入った後になんかすっげえ汗の味するなみたいな口に入ったってとか、それがちょっと嫌だそれよ。その記憶もあるし、だからできればあのたらいにもう冷水を三つぐらいためといて自分用で。 サウナ入って、ううって我慢した後に、それを三回一気にバシャってかぶりたいなっていう。それは最高ですけどね。温泉行きたいな。温泉な。あの九州とかの温泉。大学時代に一回行った。長崎だったかな。鹿児島かな。自己温泉系わかんないです。鹿児島に、この坂本龍馬が初めて。新婚旅行、この日本人で初めて新婚旅行。 という概念で行った温泉地があるって言って友達とそこに行ってうん、うん、でもう本当に完全雪見風呂露天風呂の暑すぎたら雪入れてみたいなやつですかとかもだから何だろう顔とかはめっちゃ寒いさ冷えてるけど舌があったかいしこの温泉の作用っていうかポカポカしてるわけでもずーっと永遠に入ってられるいいねいいねあれがやっぱ一番最高だったなー今 シャワーしか入らないですけどうん、うん、風呂入った時まず寒いじゃないですか、うん、全部脱ぐ寒い寒いっつって入るで、四十度ぐらいのお湯に設定してるとしてシャワー出てくるじゃないですか一発目死にたくないですかお湯いからがい<や>肌が冷たいから,いからあお湯が痛いお湯が痛い痛い痛い。熱い痛い,熱,い熱すぎて痛いみたいな感じなない,ですいやでもあれが気持ちいいいやあれかもう嫌だ <laughs> もうなんだもお前は <laughs> じゃあ,あれをだから感じたくないですよ 浴びるなも。そうドモキはもううち言うっていうか掛け湯う。だからなんかシートでこうやって拭いとけ。やだいやだいやだいやだ。風呂は入りたい。だからもう冬のあれがいいや。夏はだからもう水風呂でいい。あみかんをくれた滝川さん。仕事帰りです。お疲れ様でした。ヒート45度ってえどこかやってきてる。そうだから。アニゾウさん。沖縄に来て初めてあのまあせん ととかもあるじゃないですか、うん、で何個か言ったけどやっぱぬるすぎてダメなんですよぬるいんだぬるすぎて体が温まる前に寒くなってしまうからまあ相当冷え性なの相当冷え性です病気だなお前これ治らないですか、うん、だからこれ治らないの末端冷え性ってうんだからもうまあ運動だったりマッサージしたりとかあのー、代謝を良くするとか そのもうだから生姜とかもあるんでしょうけどお前は寝るときにさ、うん、あの女性がやるみたいなの靴下とかも履いたりするのもうなんかあないやらない逆にキュッてなりすぎて 血流が悪い。そうそうそう。朝起きると靴下の跡がついてるんですよ。ね寝ながらむくんでみたいな。そうそう。痛くなって途中で脱いだりしますよ。あでも今まで話を総合するとあなたたち二人やっぱり夏が好きって見えますか。夏は水風呂でいいし暑いと思ったら海行けばいいし。俺もそんなのないから俺やっぱ冬が好きで。なんかこう冬が好きな人は夏の暑さは洋服脱いで洋服脱いでも暑いみたいなこの着込めば冬の寒さは着込めばいい。夏は なんかこう暑くても裸以上にはなれない足りなもんっていうじゃないですかいも冬何枚着たところで寒寒いいもんは寒いっすいや冬何枚着たところで施設に入ったら暑いから脱ぐでしょだろうだからお前施設もそういうところに行かなければじゃないか室内に入ったらっていうことですよだからもう行くじゃないですか絶対どっかには <laughs>、はい、ずっと家にいるわけに関して <laughs>、はい、コンビニとかさなんかいろいろ行くさ、うん そういうとこ行った時のあのムわって暑い寒暖差がストレス雲木さんは大変ですな夏がいいもう早く夏がい太郎博士さん冷え症は筋肉量を増やさない限り治りません筋肉がね熱を作ってくれますから血液を流すポンプの代わりになるそれで血液がめぐって体温がね あとはあれかな、骨盤のゆがみで上半身と下半身が全然違うへ<ー>この同じ手の温度でも上半身はこの自分の手冷たいなと思うけど下半身はあったかいなと思ったりとかあーなるほどうもういろいろね通ったりしてるんですけどね、なかなかやっぱ継続,継続的にできないから。<laughs> もう まあ、あと2分ぐらいで終わるけど今日日付の話全然してねえなえ前半死にしてま,すよ前半しましたよ逆にしすぎてから見,見に来てない人置いてきぼりなんですよう,うちはそうだからち違う話にしたんですよ <laughs> そうそう, <laughs> そう冬は嫌いということであと1分で 1> はいさあもうん、終わりますが、ね、えっ、ー、とー日付も、うん、今日で F パターン通常パターンの千秋楽を迎えまして、うんうん、もう明日休園日挟んで土日の昼夜と日曜日の昼か、うん、土曜曜日日日のの昼昼夜と日曜日の昼でついに閉幕でございます、はい、2017も、はいえー。たくさんの方にお越しいただきましてね <laughs>、えー、ありがとうございました。はいえー、このの残りのね やつはまあもうキャンセル待ちとかもうキャンセル待ちすらもちょっとえストップしてるぐらいのえ予約をいただいておりますのでえ当日券が発行できるかなっていう状態ではありますけども開演四十五分前にまあ劇場にご来場いただいた順っていう形になってまたしかもねあの入れるかどうか予約のお客様がちゃんとちゃんとって言ったら変ですけど、うん、あの全員時間通りに来た場合がちょっとご案内が難しくなる可能性も、ね、はいありますので予約したお客様はえ会場が三十分 5分前の時間になるんですけど、うん、えもう5分前開演5分前とかになるともう当日のね、うん、お客様とかを案内する可能性がありますので、はい、早めのご来場よろしくお願いします、うんうんはい、特に土地はよろ,、ね、よろしくお願いしますし確認していただきたいと思いますはい さあ、えー、というわけで本日の木曜日インチャンプル以上でございます。はい、来週で、うんえー、木曜おりちゃんは今年の放送がラストでございますので、はい、えー。まあ来週は、えー、まあこの日付のね、えー、順位の話とかもできるでしょうし、しうんえー、今年一年の総括と先週。 予想したそうですね。あねランキングのトップ三の情ありますので、来週また皆さんよろしくお願い致します。はい、というわけで、えー、本日のお相手は私、はい、トモキと。はい。今週末日付件品交戦でお会いしましょう。荒るか也と。はい。ケキナゼから秋山ひとみでした。また来週最後のラーメンバイバーイ。